大谷が唯一消せなかった一平との写真。一平の違法賭博により一平と写っているインスタグラムの写真を全て削除した大谷。しかしその中で一平が写っているにもかかわらず削除されずに今でも残っている写真が1枚だけある。その写真とは2023年 WBC の際の決起集会の写真だ。この写真にはダルビッシュやヌートバーなど WBC の優勝メンバーが勢揃いしており、一平に対していろいろな思いがある中、普段は冷静な大谷がヘルメットを脱ぎ捨てて激走し、ベンチを盛り上げ、優勝を決めた瞬間に帽子を投げ飛ばすほどの激闘を戦い抜いた最高の仲間との写真は大谷にとって思い入れがあり削除できなかったのではと言われている。ネットでもこの写真は削除したくないですよね。泣けるなどの声が上がっている。